宮崎県第2区はかつて存在した衆議院の選挙区。1947年の第23回衆議院議員総選挙から設置された。1947年から1990年までの定数は3。1993年は定数2。現在は宮崎1区の一部と宮崎3区に分かれている。自治体の名称は 第40回衆議院議員総選挙時点のものである。1950年公職選挙法施行当時の区域は以下のようである。第40回衆議院議員総選挙7月18日執行、当日有権者数32万962人、投票率。 79.80%第39回衆議院議員総選挙2月18日執行当日有権者数317,046人投票率83.36%第38回衆議院議員総選挙7月6日執行当日有権者数315,210人投票率 85.30%第37回衆議院議員。総選挙12月18日執行当日。有権者数。31万4509人。投票率 81.。81.15%第36回衆議院議員。総選挙6月22日執行当日。有権者数。30万4851人。投票率 82.。82.10%。 第35回衆議院議員総選挙10月7日、執行当日有権者数30万2543人、投票率79.29%第34回衆議院議員、総選挙12月5日、執行当日有権者数29万882人、投票率84.32%第33回衆議院議員。 総選挙12月10日執行当日有権者数27万9678人投票率80.39%第32回衆議院議員総選挙12月27日執行当日有権者数27万7678人投票率75.14%第31回衆議院議員 総選挙1月29日執行当日有権者数266244人投票率76.60%第30回衆議院議員総選挙11月21日執行当日有権者数26 7795人投票率71.98%第29回衆議院議員 総選挙11月20日執行当日有権者数27万1329人投票率78.56%第28回衆議院議員総選挙5月22日執行当日有権者数26万8323人投票率81.32%第27回衆議院議員総選挙2月27日執行 当日有権者数25、255,292人、投票率 80.、80.05%。第26回衆議院議員総選挙4月19日執行、当日有権者数、248,066人、投票率 79.、79.67%。第25回衆議院議員。 総選挙10月1日執行当日有権者数25万4517人投票率78.99%第24回衆議院議員総選挙1月23日執行当日有権者数23万5104人投票率77.38%第23回衆議院議員総選挙4月25日執行当日有権者数 23万1864人、投票率71.28%。ありがとうございます。